弾丸トラベル1日目これって綺麗、楽しかったですか？楽しかった。じゃあまたね、明日はもっと楽しい一日しましょう。乾杯、はい、今日はこんな南国で美女とシャンパンたまんないし、誰ごとでも褒めると、ここで近藤さんから藤森の過去に関するまさかの告白が。何？びっくりでした。吉井くん、さっき初対面って言ったじゃないですか。え？実は初対面じゃないんですよ。え？そう、オリラジっていう番組があったの覚えてないですか？あったあった。オリラジ？あ、オビラジ？オビラジ、オビラジだ。オビラジ R。 おえ？あ、オビガールじゃないでしょ。オビガールなんです。あ、えオリラジが司会を務めていた番組に近藤さんは学生時代出演しており、実は当時密かに思いを寄せていたという。覚えてないですよね。オビ、いやだ、いや違う、これね、じゃ言い訳だけさせて。プロデューサーからね、もうきつく言われてたから。なんて？もうあのオビガールさんには一切近づかない。なんかその時すごいなんか藤森さんがなんかキラキラしてて素敵だなって思って、でも一切目を合わせてくれないんですよ。そういうの言われてるから。だからダメって言われてるから。なんかこうやって今回こうやって喋れてなんか不思議な感じです。いや全然、だって今日はほら手出しちゃいけないとか言われてないよ、プロデューサーに。はい、禁止って言ってますよ。自由で。ダメですよ。全然忘れちゃいます。すいません。いいえ、ガイドとトラベラーの恋愛は禁止です。うん、ところが変に気を使う一人の女。好きだね。トイレ行ってくるね。トイレ？大丈夫？え？ちょっとシャンパンがさ、重すぎる。しつこいようだが恋愛は禁止。しかし妙な空気が流れ。ちょっとドキドキするね、なんかそういう久々の再会って。そう。え？ね、なんかいい感じ、うん、ガイドはね恋しちゃいけませんからね、うん、お風呂？いや楽しいわこれ。なんかちょっと、ちょっと久々の再会ということで握手しましょうか。握手、オビガール触っちゃったの。あの当時だったら怒られちゃうかも。何ですか、でも今日は OK。 結構長くてキュンキュンする。じゃない。いや、チャラいとか言わないで。うましたのこっちだから。ガイド藤森、飲み足りないがある考えから女子2人を宿泊ホテルに送り届ける。わあ、すごくない？入って入って、すごい、これ部屋、何これ、素敵、ほらバラのお風呂、ビラタイプの人気ホテル、アナンタララワナスパ&リゾート。夜にイベントを入れず早めにホテルにチェックインしたのには藤森なりの理由が。やっぱホテルがすごいいいから、ちょっとここでもやっぱりゆっくりくつろいでほしいなということで、はい、ちょっと余裕めに撮っておきました。はい、ありがとうございます。なんかちょっとかっこよく見えてきた、ね、ありがとうございます。どうしよう、明日はビーチへ。チャラさを封印、誠実なガイド藤森、ここまで好印象。次回タイ後編、ガイド藤森ルール無視、シンデレラと禁断の世界へ。この番組は自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。汗が、藤森が考えた寒い島とっておきのプランの数々に、三人の仲は一層深まる。そして真心を込めたサプライズに涙。次回必見です。